だから普通だったら松本人志の自宅や小沢の家の事務所にまで行って、芸能リポーターが行ってね、これ松本さんどうなんですかってやるでしょ、普通だったら。今までの皆さんの記憶だったら、今だってこの政治家の周りに一生懸命囲んでねやってるんじゃないですか。このケース、政治資金パーティー裏金どうだったんですかってやってるんでしょうけども、これ実際そんなことしてないんですよね。それは松本人志だからです。吉本興業という会社の会長がいて、実はもうある人によっては松本人志は吉本興業の社長みたいなもんだと言ってる人もいます。それぐらい力があるんですね。だからテレビ局も今忖度をしててですね、もう訳のわからない言い訳をしてる。もう言い訳にならない言い訳です。事実じゃないというんだったら直ちに裁判所に出版の仮差し、まあ、差し止めの仮処分を行う、すぐに記者会見をするべきである。これをせずに事実じゃないと報道機関にファックスをし、松本はなんか戦うとかやる気が出てきたと言ってるのかな。やる気が出てきたんだったらとっととツイッターでもいいから詳細書けよ。